こんにちは、ベースボールマン吉田正です。今回はバントについてお話をさせていただきたいなと思います。バントにも様々な構え方があります。その中の一つとして、今日は、構えた時に両足のつま先を揃える、スクエア平行線の構えでの形のバントの紹介をさせていただきたいなと思います。よくバッターでも、基本的に最近ではオープンスタンスだったり、もう一つはこうクロスだったりっていうその少し、前足の方を軸足の足に対して後ろにクロスさせて、構える選手もいるんですが、比較的多いのが最近では横にっていう平行の部分もあると思います。その形の中で、バントをしていく今日は、形の構えでの紹介をさせていただきたいなと思います。基本的には体状態自体は半身の状態で動きを構えますので、自分が思っているよりも少しバットは若干でも移動で意識の中では前に置いておく必要があるかなと思います。ただこれを前に行って、上体が出てしまったり言ったら手の方だけが出てバットと目の方の距離感が遠くなってもやっぱりいけないので、そこはしっかりとこう自分の中でその動きの中での中でしっかりと距離というものを保ちながら、構えていく必要はあるかなと思います。でその中で、一つこのスクエアの、メリットとしては、やはり自分の中で半身で、バッターボックスと同じ構えてバッターと同じように構えているので、実際の見ている感覚と同じように見れることもできるので、やりやすさというのはあるかなと思います。その中でやはりさっきも言ったように、ただ手の方だけになってしまうとやっぱり抜けることっていうのもやっぱありますので、しっかりと自分の中で構えた中で足の状態はスケールしながら、その構えた中でのポイントと右腕と、左側があまりこう締めすぎないようにして、しっかりと、ゆとりのある中で動きを取るというものを、やってもらいたいなと思いますので、一度実践の方をやらせていただきたいなと思います。これは選手によってやっぱり持ち方もありますし、その左腕の距離感、右の距離感もありますので、しっかりと、自分の中でどういった位置が一番自分の中でこうボールをしっかり捉えて確実に自分の転がしていきたい方向にやっていけるかっていうのは、常に確認しながら、やってもらいたいなと思います。普段構えで動いている中でのバントの構えなので、見やすさだったり、慣れやすい中でやるってことはあるんですが、その中でやっぱり自分の動きだったりをしっかりと行うためにも、その距離感だったり、自分の位置っていうのもしっかりと把握した上で、スクエアっていうバントを取り組んでもらいたいなと思います。ぜひ参考にしてみてください。